おい、大丈夫か？初めて見る顔だな。お主は？巡回レンジャーだ。救援信号をキャッチした。原始博士一派の縄張りを突き止めるのはジャングルでたった一本のバナナを見つけるより難しい。任侠では、拙者の試練は終わったということか。試練？何を言ったこと。ああ、また猿に狂わされたかわいそうなガキか。最終試練、末法の日にお猿屋の陣を破り、この地を覆う災厄を退けることだ。拙者は任侠を名乗れるだろうか。マジか、全部お前一人でやったのか。10年に及ぶ苦行の末、一夜にして称号を得ることになるとは。拙者は両蘭忍法を無駄にはしなかった。マスター・クチャ、この瞬間を見せられたらどんなに良かったか。なるほどな、このガキはミームウイルスに感染してんのか。普通の人間ならとっくになってんのに、なんでこいつはこんなに元気なんだ。私の話を聞け。今のお前は危険な状態にある。早く治療を受けないと脳みそが爆発するぞ。待ってくれ、拙者も今や忍者に対抗できる任侠。お主の助太刀をさせてはもらえないだろうか。ふざけやがって、死んだら復讐はできない。ガキ、お前は遵守の道を歩みたいのか。一旦足を踏み入れたら後戻りはできないぞ。構わない、拙者は止まることなく全ての悪を払ってみせる。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示す人道を貫く者だけが任侠になれる。拙者はもう決めたのだ。